皆さんこんにちは。女性にもできる害虫駆除チャンネルです。今回のテーマは美術品の防虫対策です。今回紹介するのはこちら、怒り消毒のエコミュア FT プレートです。この商品は置くだけで掛け軸や人形などの美術品を虫から守ってくれます。また保管庫などの広い場所で使われる場合はこちらのファン式送風機を併用することができます。それでは正しい使い方を紹介していきましょう。エコミュア FT プレートの単体の使用方法です。袋は破らずにそのままお使いください。印刷面を上にして使用してください。目安として50リットルに1枚使用してください。必ず印刷面を上にして使用してください。残ったものは必ず密閉して保存してください。ファン式送風機との併用方法です。蓋を開けて単一電池をセットしてください。単一電池は別売りとなっています。ゴムクリップにプレートを挟み込んでください。最大4枚までセット可能となっています。蓋を元に戻してセット完了です。前後の送風口は塞がないように気をつけてください。収蔵庫や展示ケースなどに設置してください。このチャンネルでは女性でも手軽にできる害虫駆除方法を紹介しています。動画についてはほぼ毎日配信しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。